んにちは、日本語教師のしゅんです。はい、ゆきさんはあの北の町に行っていましたけど、今日わなかに今来ています。わなかに久しぶりです。はい、なので今日はちょっと YouTube を撮っていこうと思います。ね、はい、せいさんも、はい、まだいます。はい、ゆきさんどこに行ってた？あ、北の方の元井川っていうところにいました。うん、1ヶ月ぐらいそこで仕事して、うん、ゆっくりしてました。なるほど、うんうん、仕事何の？ブルーベリーのピッキング。あ、うん、なるほどなるほど。あ、でも1週間だけやってました。あ、なるほど。どうして元井川に行ったの？友達が元江家にいたのと、うん、やっぱね、静かなところに行きたかったから元江家に行きました。え、なんかするあーそうだそうだなんかなんか本当はなんかしたかったでしょ、うん、本当はヨガの先生になる資格を取りたくて、うん、元江家に行ったんですけど、うん、ちょっとコロナの関係でキャンセルになっちゃって、結局仕事してました。そうね、うんうん、そう、コロナじゃない、ヨガのクラスを取って、うんうん、インターナショナルの資格、うんうんうん、をもらえるそのコースに行くつもりだったみたいです。でもコロナでキャンセルになったので、うんうん、でもよかったね、高かったからね、コースね。ね、そうだ ね, ね、うん、そうだね、すごい高かったので、うん、そう、いくら日本円でいくらだろう、4000ドルって日本円で5000ドルぐらいで、もう5000ドル40万ぐらいかな。10万ぐらい、40万円ぐらい、ね、高かったから ね, そうだね、すごい、そうそうそう、うん、ね、ヨガのね、資格取るのはすごいお金がかかりますね。そっか、へ、うんうん、えせ、ー、い、うん、さんはネルソンの、はい、ネルソン、ネルソン元江家に行ったことある？ネルソンには行ったことあります。元江家はないです。行かないの？なんで行かないの？僕がそこの近くにいた時は天気が悪かったので、うん、行かなかったですね。ああ、なるほど。じゃあハイキングとかもできないしね。そうそう。でもネルソンの周り、モテイカとか、うん、あ、行ったかな？覚えてない。覚えてない。覚えてないですね。覚えてない。でもハイキングはしてないでしょ？ハイキングはしてない。あ、じゃあでもあそこハイキングしなかったら何もないよね、うん、だってネルソンあたりすごいたくさんハイキングあるよ、うん、めっちゃある。でネルソンの近くのハイキングコースは一つだけ行きましたね。ネルソンレイク、あー、ネルソンレイク、すごい綺麗なところ、うんうんうん、俺行って、いいのそれ、うんうん、へえ、じゃ行かなかった？俺は行ってないかな、ハイキングが好きじゃないからね。ハイキングあんまり好きじゃないからね、うん、でもゴールデン、なんだっけ、ゴールデンベ、エイブルタスマン、あーあーあー、行った？エイブルタスマンはやったけど、1日だけやって、うん、うんうん、そう、で、帰ってきたかな1日でかな。まあまあ、まあでも良かったかな、うん、うん、まあ、エイブルタスマンはすごい綺麗。そうそうそう、タカカという町と、まあ、モットエカっていう町がそのネルソンの近くにあって、うんうん、そこは良かったかな。うんうん、すごい、あそこら辺すごく綺麗、うん、そうそうそう、でハイキングとかも有名で、うんうん、だからそこに行こうかな、うん、私は多分今はお腹にいますけど、はい、まあクイーンズタウンに帰って、そして北に行きます。え、北島？北島じゃない、北の、南島の一番北、うんうん、ネルソンとか、うん、元江家とか、あ、本当に、うん、友達もたくさんいるからね、うん、でもまたクイーンズタウンに戻ってくるんでしょ？多分もうね、大好きだからね、クイーンズタウン、ね、うん、また大好きだから多分戻ってくると思うけど、うん、そうね。え、セイもしばらくはワナカにいるの？うん、オーストラリアに行くまでは。いつオーストラリア行くの？ワナカに、1月。あ、一緒。あ、行くの？オーストラリア。1月行くって決めたの？ビザは？ビザも取ってある。取ってある。あ、ワーホリ？3月で切れちゃうから、ワーホリ3月までに入らないといけない。じゃあ同じようなタイミングや。か、じゃあ日本には帰らないんだ。帰らない、ね、なんで？
めっちゃ帰りたかったよ、帰りたかったけど、とりあえずなんか3ヶ月ぐらいオーストラリアに行って、それから日本に帰ろうからと思ってます。なるほどね、うん、3ヶ月とか短期だけ言うかなって。なじゃあもう3ヶ月いた後はもうオーストラリアには帰ってこない、うん、多分ね、うん、まだ分かんないけど3ヶ月だけ、うん、なんか3ヶ月とりあえず働いて、うん、セカンドビザ、もしオーストラリアにまた戻りたかったらセカンドビザに応募できるように、うん、とりあえず3ヶ月だけは働こうかなと。あ、じゃあファームで働いて、うんうん、なるほど、すごいオーストラリアが好きだったら残るかもしれないけど、うんうん、でも ビーチ好き、うんうん、好き。あおめっちゃなってる。でもビーチ好きだったらね、オーストラリアいいよね、うん、でも、うん、え、どこ行く予定？俺はパース。あ、一緒。あれあれまた会うかもね。本当に、うん、本当にパースに行くぞ。ビーチあるし、うんうん、割とでも大きい町。そうそう、あ、そうなんだ、大きい、うん、へー、いや行ったことないからわからんな、パースは。あ、俺もない、ないけど、うん、見る限り大きい。パースは大きい。でもパースの周りがあまり何もない。うん、パースだけ一つポツンってある感じだから、うんうん、あ、なるほどね。 今は西、え、西か、パースは西の方が、うん、西の方がまあ安全だよね。なんかコロナとか、コロナもあまりないし、ね、まあオーストラリアでも西でも東でも町が一つ一つ離れてるから、うん、町から町まで5時間とかドライブで。あ、そっかそっか。だからまあそこまでどこ行っても一緒かな。どこ行っても一緒か、うん、みんなオーストラリア行くね。あのセイもオーストラリア行くし、うん、あの他の日本人のね友達も陽介と、うんうんうん、しおりちゃんもね、みんなオーストラリアに行くし。みんないつ行くの？いや、まだもう、じゃあもう年明けてから考えようって。あ、そっかそっか。ゆりちゃんもじゃない？ゆりちゃんもオーストラリア行きたい、行こうかなみたい な、 うん、なんか、あれ、初めて言ってた気がする。初めて。ゆりちゃん前に1年ぐらい住んでた語学学校で行ってて。あ、そうか、そうか。ワーホリはまだ使ってない。まだまだ、うん、あ、なるほどね、うん、すごい。じゃあみんなはあのオーストラリアに行きます ね、 ね、どうしようかな。しゅんさんだけニュージーランドに。私はどうしようかな、まあ、遊びに来たらいいやん。そうだね、あ、そうだね、そう、遊びには行けるかな、うんうんうん、だからニュージーランド、まあ、今は8月まで私はニュージーランドに入れるので、うん、長いね。まだね、いろいろできますね、ニュージーランドで。でも、うん、いろいろできます、ね、まあいろいろできますね、ニュージーランドでクイーンズタウンにしかいないでしょ。そう、多分クイーンズタウンが一番好きだから。わなかもいいけどね。うんうん。でもわなか生がいなかったらな、一人だったらちょっとつまらないかも。確かに、やることがないからね、うん、よく、うん、え、もうどのくらいいる？クイーンズわなかに。10ヶ月ぐらい。10ヶ月わなか、ね、すごいわ。だって今前世は車持ってた、うん、けど、うん、今は車を、の友達のゆりさんに売っちゃったので、うん、車もないから、うん、もう自転車、自転車で自転車に乗ってスーパーに行ったり、うん、めっちゃ大変じゃない？ちょっと大変かな。ね、ね、まあまあ、すごい。あ、そうね、まあ、わなかはなんかクイーンズタウンの小さいバージョンみたい、うんうん、かなり、うん、そう。だからもう雨だったら本当にやることがないから、うん、そう、あの、ないな。例えば外、あの バーにも行けない。行けるけど人が全然いないから、ないな、まあ、ちょっとあんまりね、うん、足元も、うん、面白くないかな。よく10ヶ月もいるね、うん、まあそんな人いなくても大丈夫っていうそっかそっか。でも、でも、ね、あの聖のホリデーパーク、うん、あそこはすごい居心地がいい。居心地がいい、いいね、すごい、うん、え、スパとかもあるの？あるけど、スーパーある。それはあのお客さん用で。あ、うん、で、プラス8ドルかなんかかな、うん、で、入れるの？うん、え、入ったことはある？ないないない。え、職員は入れないの？職員、うん、まあでも、なんか入っていいって言ったらいいよって言うと思うけど、うん、まあ別にいいかな。へえ、ジャグジー入りたいな。ねえ、入りたい。誰が入ったか分からん、お湯に入んのもなって。え、でも日本もそうじゃ ん、 温泉はもう。いや、そうやけど、うん、日本の温泉は大きいけど、そのあそこにあるこんなブクブクしてる、こんななんかあの、なんやろ、
なんか小さい、小さい、うん、小さい、お風呂だからってこと？まあ、そこまで入って、そんなリラックスできるかな。なるほどね、全然リラックスできる俺。うん、そうやったらもうパッとシャワー浴びて、布団に入った方が本当に入りたいよ。え、でもあれ毎日洗わないんだ？毎日っていうか、いつもちゃんと水、うん、あの消毒のやつやったりとかはしてるけど。じゃあ全然大丈夫じゃない？うんうん、入りたいと思わんか。ロトルアのああいう温泉ならいいけど。ああ、そうね、自然なやつ。そうそうそう。ロトルアね、あのロトルアはなんか北の島にある町で、なんか温泉が有名な町なんですけど、そこでセイさんと一緒にすごい大きいプールみたいな温泉に、うんうん、あれロトルア行ったかな。そうそう、ロトルアかな。タウポの近くじゃない。いや、ロトルアじゃない、あれタウポだったっけ。タウポ、ロトルア結局行かなかったのかな。そう、多分タウポの近くの先生。そう、タウポも、タウポという町 に温泉、まあ、ロトルアも温泉の町なんだけどそう、あの、まあ、その町で一緒にその大きいプールの、まあ、温泉プール、うん、みたいなところに行って、あれは良かったね、うん、あれは気持ちよかったね。しかもあれ10ドルとか、10ドル、10ドル、15ドルぐらいかな、うんうんうん、すごい良かった、うん、自然から流れてるやつ。そう、まあ、自然のやつじゃない、まあ、ちゃんと一応綺麗にはしてるけど、でもほぼほぼそのまま来てるお湯が、あ、なるほど、ね、地下からお湯が来てて、え、匂いも温泉みたいな、うん、なんかロトルアじゃないロトルアではなんか入ったかな。ロトルアじゃない。あの上からこう流れてきて、あれは多分あれ？タウポのちょっと車で行ったところだ。ああ、そう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 、思い出した。そうそうそう。ああ、そうだそうだそうだ。ああ、そう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 。すっきりした。うん、あと、じゃあ今どのぐらい真ん中に住む？住むというか。一週間ぐらいゆっくりして。うん、また仕事始めようかなって思ってます。仕事、うんうん、仕事はどこで次は仕事をしますか。クロムエルでチェリーのピッキングをします。クロムエルね、うんうん、いいじゃん。でもクロムエルすごい小さい町で、うん、車ないと本当に不便だよね。何もできないよね。私買い物行くんだけど、車買わないの。買いたいんですけど、うん、じゃあまあオーストラリアにすぐ行くから。あ、そっか、もう1月にオーストラリアに行くなら、うんうん、じゃあ本当に何もできないよね。何もできないよね。でも多分同じようにチェリーピッキングに来る人がいるから、うん、乗せてもらったら。そうだね。そうそう、なんか元イカに住んでた時に、そこのホステルのほぼみんな全員クロムエルに行くから、うん、またみんなに会えるし、うん、みんな車持ってるから、うん、なんとか大丈夫かなと思います。クロムエルはね、うんうん、ワナカより小さいからね。ね、全然小さいよね、うん、バーとかもないよね。一応多分一つあるの？あの、一応ある。一応ある、うん、けどちっちゃい。あ、人いる？いや、一つしかないな。見たことないな、うん、なんか一人二人おじいちゃんとか、なんかファームのそっかそっか、人がちょいちょい。なるほどね、うん、まあ、かな。まあ、バックパッカーがいっぱいいるときは多分楽しいと思う。みんなが来たらその1月とかの時期は忙しくなるから、うん、もうみんな集まるよね。そう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 、ニュージーランドのバックパッカーみんな集まる。あ、1月じゃあチェリーピッキングの時、うん、みんなチェリーに来る。へえ、あの、あ、そっかそっか。コロナの前なんかだから120人ぐらいが一緒のあのバックパッカーに。へえ、じゃあクロムエルの中にもそのバックパッカーのホステルはある、うん、有名なのが2つあるんだ。ああ、なるほどなるほど。私そのうちの一つに行こうと思ってるんだけど、なんかトイレとシャワーがすごい汚い。あれ、なんかあの、へえ、うんうん、だからちょっと猫が住んでるところ。あ、猫が住んでるところだからちょっと明日見学に行こうかなと思ってます。見学明日クロムエルまで行くの。明日クロムエル行こうかな。そこの車で、あ、これじゃないかな。どうやって あ、そっか、あの、もう今友達と一緒に来てるから。でも友達はクイーンズタウンに行きたいから、クイーンズタウンに行く途中に降ろしてもらうか、うん、ヒッチハイクで行くか。
だって30、40分ぐらいだよね。40分ぐらいかね。うんうん、だよね。だからヒッチハイクだったらすぐできるかなと思って。そうだよね。うん。それかクイーンズタウンに行く前に降ろしてもらおうかな。クイーンズタウンに行く途中で降ろしてもらって。うん。で帰りはもう。で帰りはヒッチハイクでいいんじゃない。うん。だよね、まあ。バスもあるし。あ、本当に。最悪。インターシティ。あ、でもあれ時間が決まってない。うん、決まってる。そうだね。まあね、ニュージーランドはヒッチハイクが簡単だからね、うんうん、運転できなかったねこカルドナ、わかる、カルドナ、うんうん、あそこまで20分ぐらい、うん、でも どのぐらい待った30分ぐらい待って全然できなくて諦めてた。あ、マジで、え、セイがセイヒッチハイクしたの？こいつ乗せたくねえな本当にめっちゃ笑顔でこうやってたのあれ、え、カルドナからマナカまで、ワナカからカルドナ、あー、そうそうそう、そっかそっか、そう、向いてないな、向いてない、向いてない、結局行かなかったの、行けなかった、ね、行けなかった、諦めて帰ってきた、諦めたえ、でもニュージーランドは比較的簡単だよね、うん、女の人でも全然怖くなく、そう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 、まあ、うん、安心して普通に運転してると、うん、ヒッチハイクしてる人たくさん見るから、うんうん、そうだから結構ね、フレンドリーだよね、うんうん、ね、そっか、いや、いいね、うん、チェリーピッキングね。だから黒豆遊びに来なよ。なんもないけどね。え、なんもない。あ、でもたくさんバックパッカーがいたら楽しいかも。あ、うんうんうん、いっぱいいる、本当にいる。そっか、まあ近いし、でも 逆じゃない？クロムウェルがクイーンズタウンに遊びに来ないよね。確かに、ね、確かに、それは間違いない。確かに。なんもないから。でも多分バックパッカーの人たくさんいるから、うん、みんななんか週末一緒にクイーンズタウン行こうみたいな感じで。あ、そうなるんじゃない？うん、あるんじゃない多分、うんうん。いいじゃん。いいね、いいな、またクイーンズタウン賑やかになるんじゃない？なるかな、なるね、多分ね、今すごい静かじゃない？今めっちゃ静か、クイーンズタウン、ね、うん、だって私が前働いてたレストランも、うん、今人足りなくて2日間店閉めてるって言ってた、人がいなくてねそう、スタッフが足りなすぎて、スタッフが足りなくて、そう、スタッフが足りなくてお店2日間閉めてるって、そうなんだ、マジで知り合いじゃない、知り合いじゃない全然知り合いじゃないけど多分あのあ、これ撮ってる、ってるんだ、 YouTube の動画撮ってるからなんか気になったりね、そう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 、なるほどね、そう、そうよ、うん、これでまた回ってくるのかな、ね、まあでもそう、たくさん今は全然いないけどクイーンさん、うんうん、多分またあのチェリーピッキングの時になったらたくさん来るんじゃない？ね、ね、うん、みんなこちら辺に来るからね。そうだね、うん、そうだからネルソンに行って多分帰ってくる時にはもっとニュージーランドじゃない、あのクイーンさんはもっと賑やかになってるかもしれないね、うんうんうん、なってるといいね。そうね、多分なってるかな、うんうん、はい、じゃあ今日は、ゆきさんが久しぶりに久しぶりにゆきさんに久しぶりに会ったので久しぶりに YouTube を撮っています。今はもうちょっと友達、あのニュージーランドは今 COVID パスポートを、うん、見せないと、うん、カフェやバーや、まあ、どこにも入ることができないですね、うん、でも私たちの友達のトミーさんは今まだコロナのワクチンを打っていないので、今一つしか打ってないので今どこにも私たちは彼と一緒に行くことができないので、今は駐車場で遊んでいました。はい、そう、駐車場でね、トミーさんの車と私の車です。はい、はい、ちょっと待って、じゃあ皆さん、また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ、バイバイThank you so much for watching. If you like this video please hit the subscribe button Bye